ロイヤリストは、1942年浸水のイギリス海軍の軽巡洋艦、ベローナ級、1956年に取られた本艦1940年3月21日、寄港、1942年5月30日浸水、1943年9月10日春港、1944年4月、 空母島再起によるドイツ戦艦ティル・ピッツに対する攻撃作戦に参加。1944年8月、地中海で南フランスへの上陸作戦に参加。続いて、英ゲ海へ向かう。1944年9月15日、ロイヤリスト特畜艦、ティーザーは、クレタ島、スプサミ先沖で、ドイツの砲艦、KT26、アーアップルと、クセンテイ。 UJ2171 を撃沈した。1945年になると、インド洋に移り、日本の支配地域への攻撃に参加した。ロイヤリストは、ラングン付近への上陸作戦、日本海軍の従順洋艦ハグロ攻撃のための出撃、スマトラ島の日本軍飛行場などの攻撃を行う、空母の護衛などに参加した。1946年、予備艦となる。 1956年7月9日にニュージーランド海軍所属となり、1966年6月4日に退役。1967年11月スクラップとして売却後、日本で解体された。ありがとうございます。